もよしお兄さんです。今回の見栄推しは夏休み目前、親子で楽しめる人気スポットを取材します。よしお兄さんの見栄推し。三重県の観光情報が満載のウェブサイト観光三重では、夏休みにおすすめの楽しいお出かけ情報を発信中。よしお兄さんが訪れたのは、やってきました鈴鹿サーキットパーク。お兄さん初めてやってきました。ワクワクします。行ってきましょう。今月8日に屋外プールアクアアドベンチャーがオープンし、さらに盛り上がっている鈴鹿サーキットパーク。案内してくれるのは、こんにちは。こんにちは。今年7月、三重旅アンバサダーに就任した花千代さん。一般ユーザーならではの目線で三重のさまざまな観光スポットの魅力を情報発信しています。鈴鹿サーキットは子どもたちが自分で運転できるアトラクションがたくさんあって、チャレンジする姿を楽しむことができるテーマパークなんです。今日は私たちが楽しみ方とベストフォトスポットをご紹介します。よろしくお願いします。ありがとう。まずは子どもが運転、レーシングカーでタイムアタック。こちらがプッチグランプリです。親子で乗れるレーシングカーで、アクセル、ブレーキ、ハンドルまで実際の車と同じ操作ができるんです。面白そうですね。それでは2組に分かれて真剣勝負。ねえ、運転席と助手席にはそれぞれボタンがついていて、同時に押すことでより長くスピードアップできます。せーの。勝敗はいかに？よしよし、見えた。運転楽しかった。子供たちも成長できるいいきっかけになる乗り物ですよね。自分でできるっていうのがやっぱ一番いいですよね、うんうん、ちなみに花千代さんおすすめのベストフォトスポットはこちら。ゴールする瞬間の一番白熱した表情が撮ることができます。続いては三つ集めに出発、大空高く飛んで記念撮影。こちらが、はい、ブンブン鉢になります。可愛い蜂さんに乗り込んでお空に羽ばたきましょう。なんと0歳の子供でも乗ることができます。せーの、ビーハービー。おお、たけはっきゃっ。高く飛んだら空をバックに記念撮影もできるんです。乗っているカゴの高さは手元のレバーを操作すると自分で変えることができます。そしてお花の前に来た時に同じ高さにすると蜜をゲット。いけるかな。もっとね。おー、やったー。3回蜜を集めるとカードがもらえます。楽しかった。楽しかった。思い切り遊んだ後は隣接するホテルでの宿泊がおすすめ。さらに今年3月にオープンした宿泊者専用の天然温泉ザ・スパでは、大浴場はもちろん開放的な露天風呂でゆったりと疲れを癒すことができますよ。今回のイチオシフォトはこちら。実はこれ花千代さんおすすめのフォトスポットで、ブンブン鉢の近くで撮ったもの。素敵な家族写真です。思い出写真が撮れるのもいいですよね。一日中楽しめて子どもの成長も見られる鈴鹿サーキットパーク、夏休みに決定ですね。三重県の観光情報サイト観光三重に今日放送の三重推しもこの後午後5時頃から掲載されます。ぜひご覧ください。三重の夏の魅力が詰まった写真や動画をインスタグラムで募集中。受賞者の方には三重県にまつわる素敵な商品をプレゼント。詳しくはハッシュタグビジット三重投稿キャンペーン公式ホームページで。